エレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエガーの移動を援護するぞ。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。捕らえた。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。完璧だ。好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら早く来いよ、このノロマ。くそ。見たみ、あなたを無駄死ににはさせないから。
無事にはさせない。落ちた。捕らえた。リゾン、イエガー、壁の穴までもう少しだ。私も続こう。狙い通り。落ちた。生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。みんな死んだ甲斐があ
巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵団、敵外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだ。手伝え。ここが拠点さ。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。相手する。無視はできねえな。落ちた。これだ。よし、また討伐数を稼げたな。兵長、俺に任せてください。落ちたら狙い通り。人類は巨人など屈しない。なめんなよ、クソ巨人ども。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。急いで拠点を作れ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。各員、手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。私もなかなかやるでしょ。あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガ。あんなの合流せ。
況はどうだ。そっちも無事みたいだね。耐えてくれ。やります。全てを捧げたくなるんだ。行かねえと。兵長、ここは俺に任せてください。汚ねえな。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。まだ生きてたか。無事か。こっちは問題ない。まだ生きてるみてえだな。ええ、なんとか無事です。話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった。
壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、様々な議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。外、ご提案があります。なんだ？
エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ、エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イエーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいの。上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。
行くよ。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつで。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになる。オルオ、何か言って。何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上。参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びに来たよ。当然さ。これより目標に向かう。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。あんなの余裕さ。わあ、この子も可愛いな。連れて帰りたいくらいだよ。完璧だろ。しかし君のトロストクでの活躍は本当に見事だったね。経験さえ積めばきっとすぐに熟練兵にも追いつけると思うよ。あ
相手する。無事に片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。あそこではナナバが戦っているね。拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れない。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。ねえ、早く前線に行くよ。どんな子たちが待っているか気になるだろう。完璧だ。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。いいから。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。確認。私が向かいます。巨人に追い詰められてるみたいだ。完璧だろ。あんなの同流だ。当然だ。いい動きをしているな。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。俺には団長の考えがわかる。他の奴らじゃわからないだろうがな。ウォルオ、その喋り方本当にやめてくれない？よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。君もありがとう。捕らえた。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。完璧だ。新兵にしてはやるようだ。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。行ってやろう。捕らえた。
だろ。しのぎ切ったようだ。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。あの新縁談は一刻を争うようです。やーリバイ、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。リバイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。片付いたようだな。撤退するぞ。見ようだ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だな、さっさと片付ける。あんなの余裕さ。ここで君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろうが。
機。完了したらとっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱり。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ、ペトラ。みんなご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グン、もしお前が巨人になって暴れ大丈夫だよ、エレン。そのために私も精一杯きょ。
人類の未来のためだ。すごい。感謝する。禁物だ。